just like that. The wickedest man from Tokyo in the place to push the button. Wicked music, wicked sound. Introducing to you, Hand Rhythm. そうなんですけど、詩が結構僕の伝えたいこと結構強く今回出てるんですけど、僕自身が割とまあ生活してきて、結構今の時点でここにいるからいいんですけど、途中経過を見ていくとかなりドロップアウトした生き方はしてますよね。やっぱりこうクラブで DJ やって、で今ほどダンスミュージックとか DJ とか全然流行ってなかったから、やっぱ最初のうちとかたまに勉強もしないバカ野郎がこんなことやってって感じだったんだけど、やっぱりこう自分で好きで、こう絶対俺なんかこう普通のやつとは違うんじゃないかって、こうなんか変に自信過剰な部分とかでこう信じて、自分の好きなこと絶対これだったら俺は人より抜きんでれるみたいのを信じてずっとやってきて、実際すごいいろいろチャンスが巡ってきて成功してるから、やっぱりこうなんかね、本当に夢があるやつもしいたら絶対それ信じて、自分は成功するって信じて、もどんどん突き進んでった方がいいんじゃないかなって、それが一番今回の曲でもすごい伝えたいことナンバーワンって感じです。やっぱ踊りを通じて自分の人間性を高めていったりとか、そういうふうにこう、まあ、踊りに出会えたおかげでやっぱりこう本当に自分がこうどんどん出来上がってきたって、まあ、これからどんどんまだまだ成長段階ですけど、うん、やっぱりそういう意味では本当にこれからもどんどんの踊りで、うん、やっぱりこう、あ、そうですね、一番言いたいことはやっぱなんかやればできるっていうところを一番伝えたいっていうか。時がお前の負けだぜ、もう言ってもガッツン。踊りの面でやっぱりなんかパキロにはなんか教わった部分がたくさんあるし、なんかそういう精神的なが人間面もやっぱりなんか学んだことがあるし、でもそれはなんか最初の時であって、なんかやっぱ今では別にここはなんか、あ、やっぱここはなんかアキロの方が上手いな、でもここは俺は負けてないぞっていう、そういうレベルになってきたっていうか、今はもうなんか俺も全然負けないぞっていう。伝えたいことはまあそうですね、なんか DJ っていう立場っていうか、なんかそういうとこでミシピーとかがやっぱ歌ってる後ろでなんかどっしり構えてじゃないですけど、なんかみんなを安心させて、なんか影の立役者みたいな。
丸、とりあえず丸と僕はもうずっと何年ぐらいかな、 4,5 年ずっと DJ 一緒にやってきてて、でもある程度もうお互いのことは分かり合ってる感じで、まあもう不平不満とか平気でガンガン丸には言いますから俺。どうせまた僕の悪口でも言ってると思うんで、あまりそういうこと言わないように。丸はねでもねすごいね、優しいやつですよね、やっぱ体もなんかでかい、安心感もあるし、なんかこうディズニーキャラクターのプーさんみたいな感じ、すごいなんか優しい雰囲気でこう漂ってて、なんかでもこういびきがうるさい。まあ一生懸命ダンスやって、僕にもダンス教えてもらって、でヒップホップのこともいろいろもっと教えてもらって、僕もレゲエのことを教えるんで、お互い頑張りましょう。マルとかはやっぱレゲエのセレクターとしてずっとやってきたわけで、やっぱりなんかレゲエとヒップホップはやっぱ全然 DJ のスタイルが違うと思うし、やっぱレゲエもなんかスクチクチクターとか、なんかヒップホップみたいなスクラッチはなんていうのか全然やらないと思うし、全然なんかそういうとこは、そういうとこがなんか丸はこれからレゲエラガヒップっていうかな、こういう世界で行くにはそこを学んでいかなきゃいけないと思うし、それは僕にも言えることだと思うんですよ。それはヒップホップでやってきてレゲエを知らないっていうか、そういうそれは丸の方が全然知ってると思うんですよ。だからそういうとこを僕もならなきゃいけないし、丸も丸なりにそういうとこ全然頑張んなきゃいけないしっていう、そういう面ですかね。やっぱりお互いあの坊主同士なんでハゲ同士励まし合いながら一緒に頑張りましょう。4人全体見た時とかも、まあ、割と俺がこうふわふわっとした感じで、で秋が結構なんかこうビシビシッと熱い感じで、で篠と丸はなんかクールみたいな感じ、すんごいバランス取れてて4人で、でやっぱダンサーとか入ってたり、でこうキャラクター、そういうキャラクターとか含めて、やっぱりこうリリースされる CD だけじゃなくて、こう今回とかビデオクリップもどんどんシングルとして出していくって面で、やっぱりものすごいそういうビジュアル面でのかっこよさみたいなのもむちゃくちゃ強いところだと思いますよ。やっぱりこう4人のこうバランスとかすっごいいいんで、その辺はまあビデオを見てのお楽しみみたいな感じで。